はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は偏差値65への算数、鶴亀のようでいて鶴亀ではないっていうね、解けそうで解けない、問題やってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでもどこでも何度でもをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。さあ、では早速やってみましょう。灘の問題です。1個66円の柿と1個35円のみかんを合わせて3890円分買った。柿は四角っ、みかんは四角っである。さあ、合わせていくつ買ったということは書かれていません。値段の代金しか分かっていませんから、まあ、多少推理がいるわけです。さあ、まず、これね、3890円、ね。合計が、まあ、1の位が0になるわけです。ね、そうだとすると、ね、これ、66円の柿。ね、ここ。5の倍数である必要がありますよね。66円の柿は5の倍数個買ってるんですよ。で、その上で、ね、35円のみかん。35円のみかんは、これね、5の倍数は6530ですから、ここも0になるためにこれ偶数になりますよね。で、その上でね、じゃあ次、3890円を一応全部66円の柿でやるとどうなるかっていうと、3890は66、ね、5、9、58ですね。ね、58、524、なんかおかしいな。590でしょ、9654、まあいいや、58、ちょっと計算間違ったらもうごめんなさいね。もしくは59あたりですよ。60は絶対超えないわけです。そうだとすると、最大で、まあ、これ、柿、58個買えるわけですから、柿を、ね、55個買ったとする。50個買ったとする。45個買ったとするというふうに下ろしていきます。さあ、55個買った場合、ね、66×55 ですね。3630円。さあ、残り差は3890から差引いていくと260円。さあ、これ260円を35で割り切れればそれ答えになるんだ。これダメですね。ね、さあ、柿50個の場合、1個66円の柿を50個買う、3300円。3890円との差は590円ですから、590円が35で割れればいいですけど、まあ、これも割り切れません。さあ、45個。66×45。
2970円、920円。さあ、これも35個で割れません。40個、66×40 は2640円、1250円。まあこれも35では割れません。35個、66×35 は2310円。さあ、そうすると差は1580円。これもダメだよね、これね。いやー、ねえ、絶望的な気持ちになってきますけれども、 66×30、1980円。差額が1910円。これもダメだよね。ダメだね。さあ、25個、66×25、1650円。3890円との差が1240円。さあ、これを35で割っていきます。ああ、ごめん、これ間違った。差がこれ2240円だね。2240円、ごめんなさい。2240割る35です。気がつきました。2240割る35、140か。さあ、これで割り切れるわけです。64、ですから66円の柿は25個ですね。柿は25個。そして、35円のみかんはこれ64個。全部で、89個買ったわけだね。まあ、僕はこういうふうにやりました。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では、今日はここまでにしましょう。